こんばんは。こんばんは。聞いてますか。はい、こんばんは。こんばんは。はい、皆さんこんばんは。婦人科法のお取り寄せ編集部です。今回の商品担当の MD 鈴木と西村でお送りします。最後までどうぞよろしくお願いいたします。はい、じゃあ早速ですが、本日から婦人画報のオリジナルおせちが、販売スタートいたしました。はい、ありがとうございます。はい、今回はとってもお得な早期受注特典や、をたくさん用意しております。今日から9月の3日の火曜日まで、7日間限定で使える、1500円のクーポンや、毎年人気の京都島田公園人形工房に別注で作っていただいた干支土鈴など、盛りだくさんでご用意しています。キャンペーンに関しては後ほど詳しく紹介しますのでどうぞお見逃しなく。また今回このインスタライブを視聴していただいている方限定で豪華なプレゼントが当たるキーワード企画を実施します。ライブ内のどこかでキーワードを発表しますので、配信終了後にライブ内で発表したキーワードを婦人画報のお取り寄せ、インスタグラムアカウント宛てに DM でお送りください。DM を送っていただいた方の中から抽選で5名様になんと婦人画報のお取り寄せ、婦人画報のカタログギフト11,880円コースをプレゼントいたします。ぜひぜひ最後まで楽しんでご覧ください。はい、ということで早速ですが、じゃあここからは、婦人画報のオリジナルのおせちをご紹介していきたいと思います。なんと今年はですね、オリジナルのおせちが全21アイテムと、はい、過去最多のラインナップになりました。今夜はその中から5つに絞って、ご紹介していきたいと思います。途中で試食もね、はい、しようと思ってますので、ぜひご覧ください。はい、後ほどご質問などにも答えていければと思ってます。はい、皆様コメントや感想などもどうぞお寄せください。はい、お待ちしております。はい、婦人画報のオリジナルおせちは今年実施のアンケートでもお客様満足度 96% の高評価をいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。ご購入いただいたお客様の率直なご意見を参考にし、すべてのおせちを私たちが試食し直して、毎年オリジナルおせちを改良しています。今年もきっと皆様のご期待にお応えできるおせちに仕上がりました。はい、新作が、ね、4アイテム増えまして、ますますパワーアップしてますね。はい、召し上がっていただく人数やシーン、ライフスタイルに合わせて選べるようたくさんのラインナップをご用意しておりますので、きっとぴったりのおせちが見つかると思います。はい、今年実施のお客様アンケートでは、1人前のおせちのバリエーションを増やしてほしいというご意見や、洋風に特化したおせち、アレルギー対応のおせちが欲しいなど、さまざまなお声をいただきました。お客様のご要望やご期待にできる限り応えられるよう、私たちも全力で新作おせちを開発しましたので、はい、ぜひここからご紹介していければと思います。はい、では一つずつ詳しく見ていきましょうかね。はい、最初にご紹介するのは、毎年オリジナルおせちの中で人気ナンバーワンのこちらになります。はい、特大和一段で2、3人前です。価格が18,900円、税込みになります。配送が冷凍で送料無料でお届けします。品目数は44品目です。他のおせちと比較するとびっくりするぐらい大きなサイズのお重ですよね。大きいね、本当に。このサイズ感ですね。こちらが発売以来圧倒的なご支持をいただいている特大和一段で、不動の人気ナンバーワンのおせちなんです。特注の約32センチ四方の大きな一段重に、伝統的な定番の品目から趣向を凝らした3階のごちそうまで、ぎっしり44品目詰めました。昨年よりもさらに3品目増やし、ますますパワーアップしているんです。毎年リピートしてくださるお客様にも飽きずに最後まで召し上がっていただけるよう、品目のバランスと彩りを考え、内容や味に改良を重ねました。はい、こちらですね、2、3人前サイズと歌ってるんですが、はい、まあ、欲張ってですね、はい、伊達巻とか、はいはい、若鶏三種巻き、はいはい、あとかまぼこなど4切れ入れちゃってます。はいはい、4人でね食べてももう十分なボリューム感だと思います。はい、はい、じゃあ続いていきましょうか。
はい、続きまして、今回初登場の大注目のおせちをご紹介します。本当にちょっとずつが嬉しい小ポーションの、オードブルを美しく、マスに詰めたこちらのおせちは洋風おつまみおせち1段、2、3人前です。価格が 17,550円、税込みです。配送は冷凍で送料無料、品目数は35品目となります。お酒と一緒に楽しめるごちそうを美しく盛り込んだ新作のおつまみおせち、見ての通り一つ一つのマスに整然と盛り付けられていて、目でも舌でも楽しめるようビジュアルの美しさにもこだわった自信作です。おせちや年末年始の過ごし方についてユーザー4400名を対象に実施した最近の意識調査でも、今年は年末年始にカジュアルに楽しめるオードブルを購入したいというご意見がとても多かったです。ワインと合わせて少しずつつまめるこちらのおせちは、まさに皆さんのニーズにドンピシャなおせちですよね。オードブルですので先行で大晦日から楽しめちゃうところも魅力です。本当にね、パッと華やかで、美しいおせちですよね。はい、でこちら、4×6 の、正方形のマス目に全部で35品目詰めてます。はい、もう本当どれからいただこうかなって迷っちゃうほど、ですね。はい、ですね。はい。はい、じゃあ続きまして、こちらの初登場のおせちをご紹介します。はいはい、こちらはお一人様でも、ご家族でも OK の個食タイプのおせちです。はい、で必要な人数分をご自由に、ご注文ください。はいはい、1人前ワニ丹重、価格が 11,340円、税込みです。冷凍配送で送料無料、品目数は35品目です。はい、こちら本日早速売れに売れている新規作のおせちです。はい、とりわけ不要な個食タイプのおせちで、今回新たに1人前のワニ丹重としてデビューしました。はい、おせちの定番エビや祝い魚3種といわれる数の子、黒豆、田作りはもちろん、ローストビーフや彩り豊かな巻物を織り交ぜた全35品目の少量多品目の祝い膳となります。お一人様はもちろん、ご家族や来客用のおせちとして人数分ご購入されている方も多数いらっしゃいます。人数分準備すれば気兼ねなくおせちを楽しめる点も魅力ですよね。このままテーブルに並べるだけですので、取り皿も不要でありがたい限りです。個食タイプのそれが魅力ですよね。はい、例えば3人家族だったら、この1人前の2段重を3つ注文すればいい。はい、5人家族だったら5つとか、はい、自由に注文できるのがいいですよね。はい、でなんといっても、この2段重で35品目で 11,340円というロープライス、これがポイントだと思います。はい、買いやすい価格帯ですよね。本当に、はい、頑張りました。はいはい、じゃあ続いてどんどんいきましょうか。はいはい、こちらはですね、昨年の人気ナンバー2のおせちです。和のおせち重と、はい、洋風のグルメを組み合わせたもうボリューム抜群の二段重です。はい、これ実は2人前なんですけれども、見ていただけると分かるんですが、お重のサイズがかなり大きいんですね。はいはい、そちらをちょっと注目してください。で、こちらがですね、和洋二段重の小梅です。2人前、価格が 16,880円、税込みです。冷凍の配送で送料無料でお届けします。品目数が48品目も入ってます。たっぷりですね。たっぷりです。はい、昨年人気ナンバー2の和洋二段重小梅、今回は昨年実際にご購入いただいたお客様からの声をもとに、さらに美味しくリニューアルしました。スイーツの分量を調整し、和と洋のごちそうの品数をぐっと増やしました。 18.4cm 四方の6寸重に、1段目にはイクラ、カズノコ、伊達巻きなど、いわゆる、縁起のいい和のおせちを、2段目にはローストビーフ、スモークサーモン、キャロットラペなど、洋風グルメを詰めたボリュームたっぷりの2人前です。お重を個別に解凍し、洋の重はカウントダウンで、こっちですね、はい、和の重は元旦でと分けて楽しむのもおすすめです。はい、冷凍おせちならではの楽しみ方なんですね。はい、はい、
で、小梅はあの今回華やかな盛り付けにもかなりこだわりました、うん、品数もね48品目、うん、2人前なんですけど、はい、和と洋のオードブルでたっぷり楽しんでいただけるおせちになります、はいはい、じゃあ最後にご紹介するのはこちらです、ご家族皆様で楽しんでいただける、和洋中の欲張りな三段重です、はい、和洋中三段重ボタン4人前です、うん、価格が26,190円税込みです。こちらも冷凍配送で送料無料でお届けします。品目数は44品目となってます、はい、こちらはご家族揃ってお召し上がりいただける和洋中華のごちそうをバラエティ豊かに詰め合わせた三段重になります、うん、はい、和の重にはおせちの定番品目を、洋の重にはお子様にも喜んでいただけるトウモロコシムースやローストビーフ、いちじく入りクリームチーズなどのごちそうを、これ人気、はい、はい、中華の重には大人も嬉しい豚角煮やエビのチリソース、うん、桃餅、かわいい、かわいいですね、うん、など幅広い世代で楽しめるファミリー向けの自信作です、はい、たっぷり入ってますね、うん、もうこちらもロングセラーで、ね、はい、ずっと人気のおせちなんですよね、うん、で思ったんですけど、はい、和洋中のごちそうが、うん、まあ、一度に並べて、うん、お正月って本当にこう贅沢な、はい、はい、あの食卓になりますよね。そうですね、盛り上げますよね、はいはいはい、では実際にそれぞれのおせちから3品をピックアップしてご紹介していきますね、はい、ゆかさん実際に試食してみてくださいね。ありがとうございます、はい、楽しみです。はい、はい、じゃあではですね、まずは発売以来人気ナンバーワンの看板おせち特大和一段から、はい、早速注目の3品を見てみましょう、はい、まず注目の品目の1つ目、ローストビーフです、はい、特大和一段の大きなマスの中にドーンとブロックで入っているこちらのローストビーフ、脂の乗った牛肉を特製のスパイスで味付けしました。ぜひ食べる直前にスライスして、うん、芳醇な旨味と柔らかい食感をお楽しみください、はいはい、続いて注目品目2つ目、アワビの旨味、鮮度の良いアワビをふっくら柔らかくだし汁を効かせて炊き上げています。むっちりとした歯ごたえとアワビ本来の旨味をご堪能ください。続いて注目品目3つ目、はい、サワラの黄金焼き、こちらですね、はい、油の乗ったサワラに卵黄を塗って、はい、じっくりと丁寧に焼き上げた一品です、うん、縁起のいい黄金色でおせちをめでたく彩ります、うん、身も厚いですね、うん、はい、じゃあこの中からですね、うん、1つ、はい、ローストビーフブロックタイプをいただきたいと思います、はい、でこれちょっと試食の本当直前にですね、あのスライスをしていただいたんですが、うん、見てください、この、はい、こんな感じの色味になります、はい、しっとりとした本当に、うん、あのカットしたばっかりでね、うん、色が綺麗ですね。そうですね、はい、じゃあこちらいただいてみたいと思います、はい、いただきます、はい、こちらのローストビーフは、うん、特大和一段が誕生して以来ずっとブロックにこだわっている、うんうん、こちらのおせちの目玉の品目になります。一手間ではありますが、ぜひ食べる直前にスライスしてもらえると、うん、ジューシーで柔らかい食感が楽しめます。本当に、うん、ですか、あの肉の旨味がギュッと感じられますね、うん、でこれブラックペッパーかなり効かせてるんですけれども、まあ、それほど辛くはないんですが、うん、本当にビールにも合う、うん、ワインにも合うあの味付けで美味しいです、はいはい、昨年ご購入のお客様からお声をいただき、今年はさらに肉質が柔らかいものをご用意しました。お客様にご満足いただけるよう私たちも何度も試食して選びましたよね、はいはい、では続いて洋風おつまみおせちから注目の3品をご紹介しましょう、はい、楽しみです、はい、注目品目1つ目、はい、カズノコジェノベーゼ、はい、こちらですね、おせちの定番カズノコをバジルを使ったジェノバソースであえ洋風にアレンジしました。カズノコの食感とバジルの爽やかな味わいが好相性です。身も厚いですね、はい、ですね、はい、で続いて注目品目2つ目に参りたいと思います、はいはい、マダイの塩麹焼きトマトソース、こちらは新品目になります、はい、塩麹の旨味が効いたマダイにトマトソースをかけ彩り豊かに仕上げました。
程よい酸味がいって絶妙な美味しさになっています。これも贅沢ですね、はい、彩りが綺麗ですよね。本当綺麗、洋風ですね、はいはい。そしてまた注目品目3つ目にいきたいと思います、はいでしょう。はい、こちらがトウモロコシムース。こちらも今年の新商品、新品目になります。はい、トウモロコシを細かく砕いたコーンピューレを使用し、ふんわりと滑らかなムースに仕上げました。トウモロコシ本来の甘さが感じられ、女性やお子様にも喜ばれる一品です。優しい黄色に枝豆の緑が彩りを添えています。はい、じゃあこちらをね、いただいてみたいと思います。はい、はい、いただきます。こちらのトウモロコシムースですが、うん、私たちの開発秘話になるんですけれども、トウモロコシの風味が際立つよう納得がいくまで、はいはい、もう本当に甘さの調整何度も何度もしましたよね。はい、ふわふわ食感で、うん、本当にクリーミーなんですけど、うん、トウモロコシの味もちゃんとしっかり残っていて、調整しただけでね、うん、本当に甘みのバランスもバッチリです、うん、そうですね。そして口直しにちょうどいい程よい甘さですよね。はい、では続いて新作の一人前は2段重から注目の3品をご紹介したいと思います。はい、こちらなんですけれども、はい、まず注目の品目1つ目、ブリのオニオンステーキ、こっちです、ね。はい、出世魚の代表選手であるブリをバターと玉ねぎが香るオニオンステーキに仕上げ仕立てました。少し温めると、うんうん、さらに美味しさが引き立ちますよ。一切れが大きいですね、うん、とっても。はい、はい、続いて2つ目ですね、はい、注目品目2つ目は本マグロと昆布の煮物になります。はい、こちらですね、はい、高級な本マグロのお好みを昆布と一緒に炊き合わせました。生姜を効かせ、はい、甘辛く煮かつけていますので、うん、きっとお酒が進む一品になります、うん、はい、一つのサイズが割としっかりありますね、はいはい。続いてですね、注目品目3つ目にご紹介したいと思います。はい、数の子入り松前漬けとイクラです。数の子は食感を楽しめるよう大きめにカットし別添えにしております。食べる前に下にある松前漬けやイクラと混ぜて彩り豊かな珍味をぜひ味わってみてください。こちらも贅沢ですね、うん、イクラが美しい、はいはい。じゃあリカさんにはこちらからちょっと、はい、本マグロと昆布の煮物をぜひ食べ試食してみてもらいたいと思います、はい、気になってましたのでぜひいただきたいと思います、はいはい、じゃあこちらいただきます、はい。こちらは高級食材の本マグロを使用しています、うん、本マグロとはクロマグロのことで、うん、マグロの中でも最高級品とされており、マグロの王様と呼ばれています、うんうんうん、新年マグロの初競りで高額で落札されるのも実はこのクロマグロなんですよね、うんうん、はい、おせちの品目に本マグロを使用するのは実は今回私たちも初めてなんですけれども、うん、他のおせちではなかなか見かけない一押しの品目になります。お味はいかがですか？これおっぱのお肉を使ってるだけあって、うん、本当食感がお肉、うんうん、肉みたいな感じですね、うん、なんですけど、脂が乗ってて味付けが思ったよりも、うん、全然しょっぱくないというか、うん、見た目がちょっとね味が濃そうに見えるんですが、うん、全然濃くないですね、うん、これご飯と一緒にも食べたいです、うん、美味しいですね。よかったです。はい、はい、ではどんどん行きたいと思います。では続いてなんですけれども、和洋二段重小梅から注目の3品をご紹介します。はい、はい、注目の品目の1つ目なんですけれども、和の重からですね、はいはい、サーモン塩麹、はい、ことぶきの器に入っています。可愛いですね、はい、器が。銀鮭を塩麹に漬け込み、さらに旨味を生かした特製ダレに漬け、うん、イクラを上にトッピングしました。ご飯のお供にもおつまみにもなります、うん、すごく身が大きいですね、うん、こんな感じですね、はい、はい、ありがとうございます。じゃあ続いてですね、はい、注目の品目の2つ目なんですけれども、こちらも和のお重の中からセレクトしました、はい、牛肉八幡巻き、こちらも新商品になります、はい、うん、
牛肉の中に国産ごぼうを煮込み、特製の甘だれで煮からめました、うん、ごぼうの食感と牛肉の旨味がたっぷりで、うん、食べ応えもある一品です、はい、これ一口サイズにカットしてあるのとっても食べやすそうですね、うん、はいはい、ボリューミーもありますね、はい、続いて3つ目なんですけれども、はい、こちら今度4の10からですね、うん、ムール貝のコンフィ、はい、ムール貝の身を1つずつ丁寧に取り出して特製のガーリックオイルで仕上げたコンフィです。大きい、うん、ワインやシャンパンとも相性抜群ですよ、うん、これは乾杯のお供にもってこいですね、うん、ですね、はい、大きいですね、綺麗な身です、はい、はい、ではおせちの定番の和の重から、はい、岡さん、はい、どうしましょう、牛肉の八幡巻きをいいですか、はい、気になってました、食べてみてください、はい、試食してもらいたいと思います、はい、じゃあこちらいただきたいと思います、はい、お願いします、はい、いただきます、こんな感じです、いただきます。今試食している牛肉八幡巻きなんですけれども、うん、少し温めていただくと、うん、より一層美味しくお召し上がりいただけると思います。岩田巻きは牛肉ではなく料理の主役はごぼうということをご存知でしたか、うんうん、はい、見た目はごぼうって細くてでも力強く地中に根を張るごぼうなんですけれども、うん、使った八幡巻きなのでその姿から健康や長寿を願うお料理としておせちの品目になったようです、うんうんうん、はい、どうです、出汁がまず効いてます、はい、うん、ごぼうにすごく出汁がしっかり効いてて、うん、プラスそのお肉、うん、はい、お肉の周り、うん、旨味がじわっとくる形で、うんうん、やっぱりごぼうと牛肉って相性がいいですよね、これは美味しいですね、うん、はい、もう一個いただきたいぐらいです、はい、はい、ではラストなんですけれども、はい、和洋中の三段重ボタンから3品をご紹介します。注目品目の一つ目、はい、こちらのお席に関しては和の重から、はい、まず五郎島金時の渋皮栗きんとん、はい、石川県産の加賀野菜でもある五郎島金時を使用しています、うん、一度焼き芋にすることで芋本来の甘さを楽しめる金豚に仕上げています、はい、上には渋皮付きの栗甘露煮をあしらいました、うん、この渋皮付きの栗っていうのが我々かなりこだわってるポイントですね、はい、はい、ね、大人気の一品ですね、はい、はいはい、続いて注目品目の2つ目は、洋の重から赤豆、はい、ごめんなさい、黒豆赤ワインジュレ、はい、こちら、新品目になります、うん、こちらですね、おせちの定番の黒豆を赤ワインジュレと合わせて洋風にアレンジしました、この感じですね、アルコールを飛ばしていますので香りを楽しみながらお召し上がりいただけます、はい、黒豆の上にある赤のあしらいなんですけれども、これ実はペッパードロップと言いまして、こちらです、ね、かわいいしずく型になっております。すごくかわいいですね、うん、これ。ね、ポイントですね、はい。はい。続いて注目品目の3つ目なんですけど、はい、今度は中華のお重からご紹介したいと思います。はい、待ってました、はい。エビのチリソース。はい。待ってました。毎年お客様のお声を受け、辛みと甘みの微調整をしています。大ぶりのエビを使用し食べ応えもあって大満足の一品です、うん、美味しそう、ね、はい、はい、リカさんエビチリ大好物なんですよねエビチリ大好物、はいはい、今回試食会でも何回も試食してるんですか、はい、大体私が食べてます、はいはい、食べてください、いただきます、はいで、ボタンのエビチリソースはレンチン対応容器に入っておりますので、うんうんうん、蓋を取ってそのままお召し上がりください、あ、そのまま温めてお召し上がりください、はい、加熱時間の目安としては、うんうん、500ワットの場合は約50秒600ワットの場合は約40秒です。ソースがたっぷり入ってますね、うん、はい、はい、どうです、やっぱりやっぱり食べても、はい、今回ね、その甘みと辛みの、はい、調節をしたんですけれども、はい、本当に程よい辛さ、うん、ちゃんとチリ感はあるんですけど、うん、そんなに辛いものがお好きじゃない方も食べていただける絶妙な調節をしました、うん、これも、はい、持って帰りたいくらい美味しいですおすすめです、はい、はいはい、じゃあ、試食も終わりましたので、はいはい、じゃあここからは皆様の質問に、はいはい、
お答えしていきたいと思います。はい、じゃあまずはですね、たくさん寄せていただいてるんですけど、解凍方法、はい、冷凍のおせちどんな風に解凍したらいいのかわからないという方も多いと思うので、はいはい、ちょっとその解凍方法をお答えしましょうか。はいはい、冷凍のおせちなんですけれども、冷蔵庫で約24時間、うん、解凍することを私たちはお勧めしております。丸1日ですかね。そうですね、はいはい、冷蔵庫は温度が安定していますので、うんうん、リップが出にくいというところがあります。そういうことですね。はい、うまく解凍できるので、うん、作りたての美味しさを再現できるようになっています。はい、おせちは風呂敷に包まれて届くんですけれども、はい、解凍するときは風呂敷を外していただいて、うん、でこの蓋ですね、上の蓋も外していただいて、はい、で中にシリンジといって、はい、フィルムがかかっているんですけど、はい、それはそのままで冷蔵庫に移動して、はい、24時間、はい、解凍していただければと思います。はい、はい、はいはい、ちょっと時間が押してるみたいなので、はい、すみません。じゃあ質問はこの辺にしまして、はいはい、ここからはですね、お待ちかねのキャンペーンの情報を、はいはい、お伝えしていきたいと思います。はい、はい、そうですね。でまずですね、今のご紹介した5つ皆様いかがだったでしょうか。うん、はい、婦人画報のお取り寄せではオリジナルおせち以外に料亭のおせちもご用意しております。オリジナルおせちは本日より販売開始いたしましたが、料亭系のおせちは来週月曜9月2日の11時より発売しますので、はい、そちらもぜひチェックしてみてください。はい、じゃあキャンペーン情報を、はい、お伝えしていきたいと思います。はい、とってもお得な今早期受注の特典をスタートしました。はい、ぜひチェックしてみてください。でまず一つ目なんですが、うん、婦人画報のオリジナルおせちは、ずっと送料無料を今年もやってます。はい、はい、送料無料です。で、9月2日から始まる料亭系のおせちも11月30日の土曜日、17時夕方の5時ですね。はい、はい、そこまでは送料無料でお届けします。はい、はい、しかもどちらもねキャンセル OK なんですね。はいはい、はい、そうなんです。送料無料に加え、キャンセルや変更も11月末まで無料で受けたまりますので、うんうん、まだ年末の予定が決まってないよという方も、ぜひ安心してご注文いただけます。うんうん、はい、ただ、人気のおせちは数に限りがございますので、気に入ったおせちを確実にゲットできるよう、ぜひぜひお早めにご予約ください。はいはい、続いて2つ目は、本日から7日間だけ使える1500円特別クーポンのご案内です。はい、メルマガ会員様と LINE アカウントのお友達限定で本日から9月3日の火曜日まで使える1500円特別クーポンをプレゼントしております。メルマガは8月31日土曜日までご登録の方、 LINE は9月3日火曜日までご登録の方が対象となりますので、まだ登録されていない方はぜひぜひご登録をお願いいたします。メルマガは婦人画報のお取り寄せメルマガで検索いただくとメールマガジン登録ページが出てきますので、そちらから ご登録ください。続いて LINE の登録はインスタグラムのハイライトのおせち2025から入っていただき、お友達登録をお願いいたします。本日から7日間だけ使えるおせちが大変お安く購入できるクーポンになりますので、ぜひぜひご活用くださいね。はい、なおですね、9月3日までにまだ決められませんという方もいらっしゃると思うんですが、そんな方もご安心ください。LINE のお友達登録をいただいた方には、なんと9月の4日の水曜日から、うん、10月の14日月曜日まで結構長い期間なんですが、うん、はい、そうなんですよ、1000円クーポンをプレゼントする予定です。はい、はい、で1000円オフも、ね、かなりお得ですので、クーポン使って皆様早めの、ご予約をお勧めしております。はい、さらに婦人画報のおせちをご購入の方、先着3500名様に島田公園人形工房特製の絵とトレイをプレゼントしております。毎年大人気ですぐ限定数に到達してしまうため、気持ちばかりではございますが、
昨年から500台増やして3500台ご用意しました、はい、500台増やしましたね、はい、はい。で、来年はですね、干支がですね、木の富という蛇年なんですね、はい、はい。で、今回は富と、幸運をもたらす白蛇をモチーフに作成していただきました。で、表情見てください。すごく可愛くないですか。可愛いですね。可愛いヘビちゃんですね、うん、はい。で、白蛇は弁財天の使いとして知られておりまして、本当にとっても縁起がいいんですね。で、金運の象徴でもあります、うん、はい、はい。で、木の富のこの干支奴隷の鈴の音で、魔を払って金運と幸運を呼び込みましょう、うん、はい、ちょっと流してみてください。はい、本当にね、これ奴隷なので、はい、ちゃんと音が出て、はい、で、これが魔を払うんですね、はい、はい。とはいえ先着順ですので、奴隷を毎年集めているよという方はもうぜひぜひお早めにご注文いただければと思います。はい、はい。じゃあ皆様、大変お待たせいたしました。このライブをご視聴していただいている方限定で、こちらの先ほども紹介しました藤井画本の、はい、カタログギフト、こちらの1万1880円のコースが当たる、キーワード企画のキーワードを今から発表します、はいはいはい。皆様準備よろしいでしょうか、はい、大丈夫でしょうか。聞き逃さないでくださいね、はい、はい、注目してください、はいはい。キーワードはひらがな4文字です、うん、キノトミ、キノトミです。うーん、キノトミってさっき奴隷、はい、エトドレの説明で聞きましたよね、はい、そうなんですよ、はい。そうですね、キノトミというのは、実感の2番目にあたるキノトの年ですね、うん、それと十二支のエトの、まあ、蛇年、蛇年が重なる60年に一度巡ってくる、うん、あの年のことなんです、はい。来年がちょうどそのね、木の富の年になるんですね、はいはい。プレゼントの応募はとっても簡単です。ライブ配信終了後、木の富とひらがな4文字のキーワードを婦人画報のお取り寄せのインスタグラムアカウントに DM で送るだけで応募完了です、うん、はい。キーワードは今コメント欄にも掲載していますので、ぜひぜひチェックしてくださいね、はい、はい。応募期間なんですが、ライブ配信終了後から9月1日日曜日、夜の夜中ですね、23時59分までとなります、はい。プレゼントする、ね、カタログギフト少し紹介していきたいと思います、うん、はい。こちらになります。で、カタログギフトっていうのはこの中から好きなものを1つ選べるという、うん、あのギフトなんですけども、うん、本当にこれ婦人画報我々が選んで撮影にもこだわってます。で、スイーツもあればグルメもあれば、うん、家電もあればキッチン用品とか本当にジュエリーとか、あと中にはレストランチケットとか、うん、宿泊も入ってるんですね、うん、フルーツもありますね、お肉もあります、うん、ワインもあります。ちょっとね迷っちゃうと思うんですけども、うん、はい、はい、ぜひふるって皆様ご応募ください、はいはい。ということで、はい、駆け足の紹介でしたが、はい、皆様いかがでしたでしょうか、はい。まだ8月ではありますが、うん、一番お得なこの機会にぜひ婦人画報のおせちをご購入いただければと思います、はい。婦人画報のおせちで、検索していただきますと、今日ご紹介した、ね、うん、5つ以外にも、はい、おせちを今販売中ですので、ぜひ皆様婦人画報の、おせちと検索してみてください、はい、はい。それでは今夜もご視聴いただきましてありがとうございました、ありがとうございました。